皆さんこんにちは、竹林です。さて、前回は青森県民は損をするのがとても嫌だ、しかしそれに見合った資産形成をしていないという話をしました。資産形成をしていないということは、現在にとても重きを置いていて将来を楽観視しているとも言えます。現在の快楽のことを将来に対するメリットよりもとても重きを置いている、もうとても衝動的だとも言えます。だから私たちが最初に思い浮かべました青森県民はちょっと頑固で、そしてとてもおおらかというのは、実は青森県民はとても現状維持バイアスが強くて、とても現在バイアスが強い、つまり衝動的、現在を重きを置くということがこのような統計から分かってきます。このような傾向には良い悪いというものがありません。ただし傾向を正しくつかむことによって、その人たちに合った対策ということが取れるようになります。私たちは直感的に青森県民というのはちょっとだけ頑固だとか、そういったイメージを持つこともあります。しかし統計で県民性というものがバイアスとして明らかにすることによって、ぴったりのアプローチをすることができます。今日のお話はここまでいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。